ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます。ミネオです。本日は、知らないと損すること7選、こちらをやっていきたいと思います。はい、ね、ライブ等々もやりつつ、いろいろよくある質問の中で、7つ割と多い順にまとめさせていただいたので、ご紹介させていただけたらと思います。はい、では早速、とても多い一つ目、とても多かった、おっさん、そろそろちょっと名前変なやつつけちゃったから変えたいんだけどってね。なんでそんな変な名前つけたんっていうね。名前大事でしょ、このゲームね。割とね、最近のアプリだと名前ちょこちょこね変えれちゃうから、まあ適当でいいかっていうね、まあ、ということなんですが、なんとこのゲーム名前変えれます。はい、で、名前変えるのに、この左上、この左上のね、このアイコンをクリックしてください。アイコンをクリックすると、だいたいこういう形でね出てきます。これの一番右のこのちょんちょんちょん3つ、はい、ここね、ここで名前変更をしてください。はい、300オーブいりますということでね、適当に名前つけちゃダメだよっていうね。はい、300オーブの約600円かかります。だから皆さん、名前はね必ず変えれますが、これ何回も変えれるかはちょっと分かりません。で、一つ気をつけないといけないのは、サーバーに対して同じ名前は一つしかできないので、そこは注意してください。はい。ということで、二つ目いきます。はい、二つ目ね、これもちょっとね、よく見てる人あれなんで、この、今度は右上3本線のところ。右上、ここ。右上3本線のところのこの一番上、歯車マークですね。はい、ここなんですけど、あのドロップをあのいちいちボタンポチポチするのめんどくさいんだよってね。で、これね、一応あのレベル60、59とか58とかだったら、なんかね、最後の方なって教えてくれるんだよね。で、こういうのあんまり見ない方っていうのは、多分ね、なんでこれいちいち拾うの、ポチポチしないといけないのっていうことなんですけど、もう設定のところに必ずこの自動ピックアップってあります。自動ピックアップ、これ最初ね入ってないのね、チェックが。これチェック入れてください、全部ね。じゃあアイテムをなんと歩くだけでシャキシャキ手に入れちゃう、ね、今までポチポチしていたあなた、ここをチェック入れるだけで、とてもとてもね、ハクスラライフが優雅なものになるかと思います。はい、なんや、暴れてる。じゃあちょっとね、続きまして、3つ目いきましょうかね。はい、この辺りからちょっとあの多少ネタバレ部分含みますので、嫌な方はちょっとブラウザバックでお願いします。はい、それでは3つ目、はい、こちらなんですけども、ちょうど あるね。はい、ここね、ここちょうどマップのこの辺り、ウエストマーチのこの辺りに一応冒険者さんいます。で、これあの、おそらく私ちょっとどの辺で手に入れたかな、おそらくレベル60とか、ね、パラゴンレベルにとかクリアして、その辺かな、クリアしたあたりで冒険者日誌っていうのをいただきますね。お前に冒険者日誌をやろう、冒険者日誌もらっていいんですかっていうね。で、この冒険者ね、テイトおばさん、テイトお姉さん、すいません、テイトお姉さんね、ピッとするとこのエリートクエストとサイドクエストっていうのを受けることができます。はい。で、そのエリートクエストをね、あの受けるのにこの冒険者日誌がいるんですけど、これね、なんかわかんないけど、この冒険者日誌ね、1個しかくれないから、この2つ目ね、2つ目の方の、尺の呪いかな。尺の呪いの方は、受けることが現状できなくて正解です。はい。ここ、あの、いろいろ聞いたけど、やっぱり多分受けれないっぽい。はい。なので、ここは現状受けれないということで大丈夫です。はい。じゃあ、続きまして4つ目かな。はい、4つ目。4つ目なんですけども、これは、シャドウ行くかな。あの、シャドウね、おっさん、シャドウってなんやねんっていうね、まあ、これもまあ、ちょっと進めていただくと、まあ、いわゆる、こうね、
イモータルを監視するシャドウに、まあ、闇落ちしないかっていうところで、この酒場、ちょうどマップでいうここね、ここ中央広場からね、左の角を曲がったところのここをね、ここにあの酒場があります。まあクエストで多分ここは訪れると思うんですが、ここのこの謎の支援者、このおっさん、このおっさんに話しかけることで、そのシャドウというね、まあグループっていうのかな、はい、に入ることができるんですが、なんとこれちゃんとね、このちょっと左見てもらえますか、この謎の運試しを受けないと、あ、闇の運試しか、闇落ちできません、はい、で書いてあるように全員がシャドウになれるわけではない、仲間として認められるにはアゲハの、あ、すいません、アケバの印象指輪を演じなければなりませんということなん でこれね、この一番下、あ、書いてないのか、時間、お昼の12時、夕方18時、そして21時にこのおじさんがアケバ印象を配ってくれますが、多分若干早い者勝ちなのかな、割と数が決まってます。で今結構やっぱシャドウね、まあ、今後またあの動画で上げようと思うんですが、シャドウに入ると結構得点が大きいんで、結構闇落ちしたい人がね多いんですが、なんとこのおじさん個数限定な上に、その抽選で受からないと闇落ちできないっていうね、これなかなか大変なシステム、はい、なので、このおじさんに話しかけてね、お昼の12時18時21時にさっと行ってね、話しかけて抽選に受かれば、この闇落ちおじさんからもらえます、はい、でそのアケバのね、どれ、これかな、はい、これアケバの印象で、これを、人にあげても、その人をそのシャドウに勧誘することができますね。なんかネズミ講みたいなことになってんだけど、はい、ということなんで、必ずシャドウなりたいのになっていう方はここね、ここ12時18時21時にシャッと行ってもらってみてください。で抽選なんでね、どうしても無理な方は私も絶賛配りますので、よかったらライブに来てください。なかなかできない。でそのね、私もこの間もらってようやく闇落ちできたんだけど、なんと闇落ちしたダーククランね、絶賛募集してます。はい、まだまだメンバー6人で頑張ってますんで、闇落ちクラン探してるよという方ね、申請してください。だいたいお昼間に放送してると思いますんで、はい、宣伝はじゃあこの辺りにして、はい、ということで、すいません、5個目ですね。はい、5個目、頭装備が全然手に入んないんだけどっていうね、この頭装備のレジェンダリーが出ないんだけどというあなた、私も出てない、うん、いやおっさん出てんじゃんっていうね。いやこれは一応7日目の、ログインボーナスでもらいました。なので、頭多分ね、ノーマルだと出ないっぽい。うん、ちょっとごめん、確定じゃないけど。頭は、いろいろ聞いたんですけど、頭やっぱね、ノーマルだと落ちてないっぽいっす。はい。どうした落ちんの、おっさんでね。ストーリーを最後まで終わらすか、まあ、レベル60以上になって、ヘル、ね、ノーマルの次のヘルの難易度に行くと、ポチポチ落ちるようになります。なので、ノーマル、うん、ノーマルのところで、やってる方は、多分落ちない。落ちた方いたら申し訳ない。なので、ヘル以降に行って落とすか、その7日目のログインのね、ボーナスでもらうかにしてください。頭だけね、うん、やっぱ落ちない。それは落ちなくて多分正解です。はい。はい、じゃあ、6個目ね。6個目。なんか確定のね、このチャレンジリフト、チャレンジリフトでなんか確定ポイントがあるってね、なんや確定ポイントってね、この間私も予約教えてもらったんですけど、このレベル10にね、チャレンジリフトレベル10に結構まあ大変かとは思うんですけど、チャレンジリフトのレベル10においてこのソロ勝利賞、ソロで行かないとダメ、これね、パーティーで行ったらね、やっぱ失敗になりましたね。ちゃんとソロで行かないとダメっぽい。はい。
パラゴンレベル1、ね、パラゴンレベル1に到達し、要するにレベルが60超えて、パラゴンレベル1に到達してこのチャレンジリフトをソロ管理をすると、チャレンジリフト、エルダーリフト、闘争の円環の商人から、入手できるアイテムもヘル1と見つかるものと同等の品質に向上しますということなので、この確定ポイント、これは確実に早めに終わらせてください。これあるのとないとのね、もうめっちゃ回るからね、このチャレンジなりエルダーリフト、うん、なので必ずここ早めにね、もうあのパラゴンなったわという方は早めにここ終わらせてください。気をつけくださいね。必ずソロね、ソロね、ソロだから要注意ですよ。はい、じゃあ最後7個目かな、最後7個目、7個目はね、ちょここに行きましょう。アベインファードの聖女、はい、この聖女ね、ここまあみんな毎日利用してるかと思うんですけども、はい、ホラドリムの遺産で、これ一応ね、左上のこのポッチに一応書いてはあるんですけど、はい、ここね、あの奥にある宝箱から、まあ、宝石というかなが出て、こういったあの権威の器とかね、まあ、慈悲の器とかね、こういったものを強化していくことによってアーマー値とか攻撃力が上がったりするんですけども、これそれぞれ9個、この宝石があるんですけど、器が、うん、でこれどこで落ちんのっていうね、どこで落ちんだよおっさんっていうことで、これなんと、ここ、これもうね、空いてるところ、もらったところは特にないんですが、この器がないところを押すと、あ、ここ サドンストーンゴーレム倒す、ヘル1で倒してこいよね、ということで何倒したらもらえるかっていうのはここの右下に書いてます。だからね、どこでこれ手に入るのかよくわかんないんだけど、だからこれね、あの全部こう押してもらうと、これどこでね、これ血のバラを倒してこい、ヘル1、ヒュドラ倒してこいよっていうね。これヒュドラどこいるのとかはね、まあちょっと調べてください。あの大体あのね、ゴーレムとかだと、例えばあのね、書物、あ、書庫かな、はい、書庫にいたりするんですけど、回復した、あのこれね、よくあの下のコメントっていうかな、チャットのところにどこどこ出ましたみたいなことね、なんかちょこちょこ出てます。うん、あのゴーレム出ましたとかね。なのでそのあたり、あのよく見とくと、あ、今出てるんだっていうのでね、とりあえずダメージさえ与えればなんかもらえるっぽい。で本来なんかいろんな破片を集めて、そのゴーレム召喚して、まあみんなで倒してねってことなんですけど、なので、まあ、場所さえ覚えとけば、ある程度ね、あの、なんていうの?サクッといって。で、一回手に入れてしまえばね、もう、あの、あとはいらないんで、うん。まずここ、ね、ここ重要。で、問題はここなんですよ。この、アベインファードの箱を開く。なんや、これ、アベインファードの箱を言うてってね。これがさっき書いてた、その奥にある宝箱。奥にある宝箱、このアベインファードの眼鏡なる心、これがゲットするのが、確率 1% です。宝箱をひたすら毎日開けていく中で 1% の確率でこれがゲットできますっていうね。なかなかやけど、まあこれはそのうちね、多分手に入るでしょうということで、結構ね、ダメージアップ直接つながる石なんで、結構いいかなと。うん、ここね、ここ、これなんやねんっていうことなんですけど、ちゃんとここ書いてましたね。はい、1%。他のね、
淘汰の意思は 33%、はい、ということなんで、これどこ落ちるんだって分かんない方はここ見てもらえたらいいかなと思います。はい、ということでね、本日は、知らないと損する7つのこと、まあ、いろいろいただいた質問に対してご紹介させていただきました。はい、またよろしければ皆さんチャンネル登録、ツイッターのフォロー、そして、先ほども言いましたけども闇落ちクラン、ミネオクラブ募集してます。またよろしければ探してみてください。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。